ヒロさんこんばんは。夜寝れるってね。なんかいつもお昼寝してさ、夜寝れないんじゃないって思うけど普通に寝れちゃうんだよね。ゆりさん、サフィルさん、こんばんは。ありがとうございます。皆さんは今日何していましたか？前のイベントの時に配信3分間まで寝てたよねって。そうね、ギリギリまで寝てた。コスモスカイさん、広瀬丸さん、リカードさん、こんばんは。お仕事ってアリモグさん、タカさん、お疲れ様です。今日はもぐもぐタイムかなって。今日はね、今日はちょっともうお腹がいっぱいになってしまったので、のんびり配信です。今日はケムケムさんも仕事お疲れ様です。ヤマチューさんこんばんは。テイクさんこんばんは。今日は暑かったけど、なんか昨日ほど暑くはなかった気がする。どう、みんな的に？昨日はね暑かったんだけど、今日はまだなんかね、ちょっとまだね大丈夫だった。カラッとしてたね。うん、そうそうそう。あ、リカードさん、アジサイ、アジサイ、アジサイだよね。アジサイありがとうございます。やばい、寝ぼけてる、本当にやばい。湿度が低めだったから。あ、そうか、そういうこと。そうなんです、寝起きなんです。19歳になります。止まってる？時々止まる？本当に？なんでだろう、動いてる今。止まってた、今は動いてるのかな。みんな、あれ止まっちゃう。今大丈夫って。あ、よかった。なんかね、やっぱり私の携帯おかしいんだよね。今スマホから配信してるんだけど、本当に、ね、最近もうおかしい。おかしいんです、この子。ハリモグさん、かわいい、ありがとうございます。そうね、そろそろ変えたいなと思っている時期なんですけど、変えるタイミングはちょっとなくて。スマホね、今あれです、10。変なんだけど、もう2年以上経つから、もうそろそろ替え時。白サボンデビューして、おいいね、白いいよね。武蔵さんこんばんは、ありがとうございます。季節限定のポピーと迷った。何それ、気になる。ネットでも頼めるよって伝えようとしたけど未成年は無理だった。あ、そうなんだ。
ミッチーマウスさん、こんばんは。ミッチーマウスさん。そう、誕生日の話をしてたんですけど、もうすぐで19歳になります。びっくり。生誕イベント、バースデーパーティーもね、6月の27日に、生配信でお届けすることになりまして、はい、ショールームのプレミアムライブっていう有料版の方でお届けします。そう、なんか私もね、こう今回、バースデーイベントできると思ってなかったから、すごくね、びっくりもしてるし、嬉しい気持ちもあるし、今急ピッチで進めているところです。19歳、ラストティーンなんですよね。いやー、本当にどうしようって感じ。ミカドさん、ハートありがとうございます。そうね、19歳、なんかあっという間すぎて、ここ最近、高校時代がめちゃくちゃ早かったっていうのもある。ライブの方はバイトが20時の方だけ参加しまして、ありがとうございます。一部が18時から、二部は20時からになっているんですが、そちらも企画とか歌も変えているので、どちらを見ても楽しめると思います。はい、チケットも買えるには、チケットはね、確か配信前に買えるのかなと思います。詳しくはワンチャンスのホームページをご覧ください。19歳になってから20歳まであっという間だと思う。そうだよね、確かに早い。中学生だったのに気づいたら高校卒業してた感じ。そう、本当にそうだよね。なんか今でもさ、普通に中学生とかって言われるからさ、なんかあんまり私もね、変わった感じはしないです。特に、ここがめっちゃ変わったってことはないかな。そろそろ成人式の着物買わないと、早めに買わないと買いのなくなると聞いた。おお、そうね。私ね、お姉ちゃん2人いるんだけど、お姉ちゃん2人、一番上が成人式するときに買ってて、で、2番目のお姉ちゃんもそれ着たんだけど、私ね、その着物あんまり似合わなそうというか、あんまり似合わないかなと思ってて、私はお母さんのやつを着たいなと思ってる。中学生だなんて思ってないです、震え声。思ってるじゃん。でも本当に言われるんだよね。童顔なのかな、童顔だから多分。シンガポールからお祝いできることを楽しみにしていますって、ありがとうございます。嬉しい。ひーちゃんがお酒を飲むようになるなんて想像できないって。ね、
皆さん20歳になったなってすぐに飲みましたか？なんか初めて飲む日ってすごくさ、なんか大事だと思う。なんかなんだろうね、記念日というか。ワンチャンスで一番酒強かったりして初めて見た時は小学生かと思ったけど、今はちゃんと中学生に見ますってちゃんとか、ちゃんとの意味がちょっと違うなうん、私もデビューしてもうすぐ4周年になります。ヘムさん、ヒエの今日の髪型、お嬢様っぽい。あら、本当に？なんか今日適当に結んだのよ本当ですか？何がだろう。ザッチーさん、昨日ジェムの自称オタク金沢さんがジェムの曲配信で流してた。お、マジDon't you love me, baby? (笑) 4周年だって4周年か、早いね。今この配信見に来てくれてる中で、見に来てくださってる方の中で、あのデビューお披露目の時にいた方いるかな。お披露目見に来てたよとか、あれ配信されてたのかな、確か配信見てたよっていう人いるかな。あ、いますねあら、いっぱいいた嬉しい。ハリモグさん、ヒデさん、ケムさん、ヤミシンゴキさん、オチュさんもありがとうね。あの時なんか衝撃だったんじゃないかなと思うまさか新メンバーが入るとはって感じだよね。私もファンだったらそう思うし、ちょっとね、嫌な気持ちにもなる、うん、そういえばアバキンはどうすんだい。あ、そうそう、アバターね、ちょっと今作ってる待ってて、ミッキー、こんばんは、ありがとうございます。先日6月11日お披露目の時の画像上げしまったって。お、ほんと？ひーちゃん、ストセイじゃないから驚きが大きかったんじゃない。そうね、私は本当にストリート生からじゃなかったので、まずさ、出てきた時誰って感じ多分みんなの第一声誰って感じだと思うんだけどだからなんか本当に誰も知らない状態でのお披露目だったから緊張したしね、すごいみんなの反応とかも
どうなるんだろうってすごい不安な気持ちとかもあったけど、ね、すごいみんな受け入れてくれて嬉しかったです。スカパラダさん、かわいい、ありがとうございます。香水が流れてきた別に君を求めてないけど、ミカドさん、ハートありがとうございます。そしてミッキー、結婚してありがとうございます。ヘイちゃんとの初握手はいつだっけかなって、緊張したの覚えてるって。多分私の方が緊張してた今でもリロードの動画見るけど声が子供だった。あー確かにね。あと歌い方は全く違うと思う今と。ファインって曲あったっけ、あれ好きって、お嬉しい、ありがとうございます。ファイン、ゆうきりがナチとのインスタコラボでスパガに加入する側を経験してから改めてヘイの凄さが分かったし、もっとしてあげられたことあったかなって思ったと話してました私も見てました、そのインスタライブをね。ショウさん、ハローってありがとうございます。キロセリーさん、あの個性あふれるジムの中で頑張ってすごいなって思った。根性あるかっこいい、ありがとうありがとうございます。もうあの時はただただ必死だったね。とにかく曲覚えなきゃ、振り付けフォーメーション、ああみたいな感じだったけど、まあね、そういう経験も大事ですねもうすぐ誕生日じゃない？そうなんですよ、6月30日で19歳になります。驚き、桃の木、生誕ライブに向けてレッスン始まったって、そうね、急ピッチで進めております。今1部2部どちらも違う内容になっていますので、ぜひぜひお時間ある方は見てくださると嬉しいです。空っぽの闇さん、かわいい、ありがとうございます。かいさん、こんばんは、ありがとうございます。心配ゲットだぜ、懐かしいねやってたやってた、あれは、まあね、当時のマネージャーさんが考案した企画なんですけどなんかね、それがどん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 広がっていって、チキパさんだったりスパガさんにもちょっとやらせていただいたり、懐かしいですね、
弾き語りの方を見る予定にあって、あ、そうそう、弾き語りもあります。誕生日当日の夜19時から弾き語り配信を行います。そして21時からはですね、ネットサイン会を行いますので、ぜひぜひ楽しみにしていてください。ひでさん、実際ありがとうございます。プレゼント送って大丈夫って、もちろん載せてたっけ。ハイライト、インスタのハイライトのところに住所とかある載せてあるので、お手紙とかもぜひぜひお待ちしております。リカードさん、タコーありがとうございます。クラブさん、こんばんは。今何分でしょうか。25分。ではでは、ランキングのお名前を呼んでいこうかなと思います。13位、ネズミンさん。12位、ヤマチューさん。11位、オガッチさん。10位、リカードさん。9位、キャムキャムさん。8位、イウリさん。7位、ハリモグさん。6位、シマチンさん。5位、オレさん。4位、アイヤさん。3位、コスモスカイさん。2位、ユウキさん。1位、シューマッハさんです。ありがとう。はい、じゃあね、お知らせをします。6月の27日にですね、私のバースデーパーティー2020生配信ライブ決定しました。イエーイ。はい、今回はですね、まあコロナの感染を予防するためにこのような形で生配信になりました。私もね、すごい嬉しいですし、まあこういう状況下だからこそ皆さんにね、元気を与えられるようなパフォーマンスをお届けしたいなと思っています。こちら18時からと20時から2部ありまして、ショールームのプレミアムライブという有料版の、配信で、お届けします。どちらも違う内容にする予定です。歌も企画も盛りだくさんになると思うので、ぜひ皆さん楽しみにしていてください。そして私の誕生日当日6月の30日の19時からはですね、弾き語り配信を行います。イエーイ。はい、まあこれはですね、27日とはまたちょっと違う形で、まあいろんな曲を弾き語りでやっていけたらいいなと思います、ね、誕生日当日ということで、すごい私も嬉しいです。で、弾き語り配信のあと21時からはですね、なんとネットサイン会を行います。イエーイ。はい、この30日はですね、私一人で行います。有料版のねやつ、ちょっと私もう初めてで、どういう感じになるのかわからないんだけど、そうそうそう、詳しくはワンチャンス公式ホームページに載っていますので、ぜひぜひチェックよろしくお願いします。リカードさん、パチパチありがとうございます。はい、いや今日もね、ちょっと寝起きで何言ってるかよく分かんなかったと思うんだけど、はい、最後まで見てくれてありがとうございました。ネットサイン会の詳細はね、もうすぐ出ます。少々お待ちください。はい、ということで562人の皆さん、ありがとうございました。またねー、おやすみな。